桔梗 TV。 こんにちは。こんにちは。今日はこの1年を振り返る企画、神戸薬科大学2023年度ニュースをお送りいたします。はい、2023年の4月からですね、2020年の3月までのトピックをご紹介したいと思います。はい、まず4月ですね。4月には、今年は314名の方に、本学を選んでいただきまして、入学してもらって2023年度がスタートいたしました。はい、まあ、定員は270名ですので、多くの方に入学をいただいたということでございます。はい、ありがとうございます。はい、続きまして5月ですけども、2020年のまあ4月ぐらいですかねから続いておりました、新型コロナウイルスに関する学内の規制が廃止されました。まあ、本学では2020年の6月からですね、実習科目については対面で再開をして、その後、まあ、後期からですね、12対面講義もどんどん取り入れて、2022年度頃までにはですね、ほぼコロナ前の状況で授業ができていたので、まあ、そういう意味では大きな変化はないんですけども、実は私がコロナになってからの、こちらでもお世話になってるんですけども、まあ、マスクを外す学生が、ね、増えてきて、まあ、すごくこう表情が見えて明るいキャンパスになったなという印象をとても持ちました。そして次に6月なんですけども、早期体験学習という1年生の科目があるんですけども、カリキュラムの中で病院と薬局の訪問を取り入れておりました。コロナの影響があったのですが、昨年度からは薬局の訪問が再開できて、今年度は病院訪問を実施することができました。82のですね、病院と薬局に訪問して実際の医療現場を見学したというところです。なるほどですね。学生さんはきっとこれからの6年間の学びをイメージできたんじゃないでしょうか、と思いますね。はい、では、続きまして7月ですけども、コロナ禍では予約制で開催しておりましたオープンキャンパスですね、今年は久しぶりに制限がなく、実施をすることができました。300名を超える多くの方にご参加いただいたということで、コロナ前に近づく規模で開催ができたというところでございます。はい、またですね、当日はキャンパス見学、模擬講義ですとか、あとは学生による個別相談会ですね、なんかも開催しておりまして、まあ、皆さん好評の間に、終了することができました。この個別相談会っていうのは高校生の方が本学の在学生に相談をするっていう分なので、例えば教員には聞きにくいような、実際の学生生活とか、本当細かいところまで質問ができるいい機会になっているという感じですね。はい、次に8月、ですね、後でもまた触れるのですけども、海外薬学研修という、講義に関連して、アリゾナ大学の薬学生が来日し、本学の学生と交流をしました。はい、日本では本学がですね、受け入れ側として交流をさせていただいて、でアリゾナに実際に行くときには向こうで迎え入れていただくという形で交流できるので、とても、ね、いい機会になりますね。友達を作っとくっていう感じ。そうですね。ですね。はい。で、同じく8月ですけども、東灘区役所と連携をいたしまして、理科に特化した小学校の高学年向けの体験学習講座ということで、キッズサイエンススクールというのを本学では毎年夏に開催をしております。今年はですね、21名の、地域 の、 子どもの皆さん、子どもたちに参加をしていただきまして、テーマキッチンサイエンスということで、台所にあるものを使った、体験学習をしていただきました。でですね、今年は酸とアルカリを判定してみようということで、紫キャベツから抽出したオリジナルの試薬をみんなで作りまして、で身近な液体ですね、それこそ台所にあるような調味料なんかを判定するというような実験を、していただきました。小さい時からね、こういうふうに科学に触れて面白さが伝わって、ゆくゆくは本学で、そうですね、勉強してくれるとまた嬉しいなというふうに思います。そうですね。はい、そして9月ですね、初期体験臨床実習の対面実施ということが、あったんですけども、本学とですね、神戸大学が連携して開講している科目なんですけども、神戸大学の医学部医学科の学生、保健学科の学生さんと、本学の学生で、混成チームを作って、コロナ前と同じように病院見学を行いました。他には当事者講演を聞いたりディスカッションを行うことで、連携を深めながら医療現場についての知識を深めることができました。ここでもあれですね、コロナが5類に移
行になった、まあ、影響といいますか、まあ、効果といいますかが出ているイメージですかね。そうですね。はい、はい、では続きまして、10月ですね、本学の学祭、帰郷祭を開催いたしました。今年度がですね、スペシャルゲストとして犬飼篤弘さん のトークショーがあったりですとか、あとはお笑いライブと、まあ、ビンゴ大会ということで、芸人さん の今井雷八さん とヘンダーソンさん、そしてからしれんこんさんに盛り上げていただきました。はい、まあ、多くの方にご来場いただいて大盛況だったということで、はい、ぜひですね、ご覧になっている方々もぜひ今年もですねありますので、ご参加いただければと思います。お待ちしております。はい、では続きまして11月ですけども、神戸薬科大学奨学金の、奨学生授与式というものが開催をされまして、1から6年生の、成績優秀者120名に対して学長から奨学生書が授与されております。そして本学の奨学金はですね、各学年上位20名の成績優秀者に対して付与されるものでして、代表の学生からは、まあ、今後の勉学や、まあ、国家試験の取り組み、まあ、あとはですね、将来の進路などについて、まあ、抱負や希望と、あとはお礼の言葉ですね、こちらが述められていました。もう一つ、神戸薬科大学、奨学金制度の奨学生賞授与式と交流会を開催しております。こちらは、まあ、強い勉学意識を持ちながらも経済的理由により就学が困難となった学生に対して奨学金を給付し、勉学を奨励することにより将来社会に有用な人材を育成することを目的として制度の趣旨にご賛同いただいた、このような企業の方々からですね、ご寄付を原資として行っている奨学制度ということになります。で、交流会ではですね、グループに分かれて企業の方々と学生が交流をしたというところでございます。はい、そして次12月ですね、先ほどちょっと9月のところで初期体験臨床実習というものをちょっと触れたんですけど、そちらはまあ1年生の科目で、12月には IPW 演習という5年生の科目がございます。でこちらも同じく神戸大学との連携科目なんですけども、5年次になりますので、長期病院薬局の実習を終えてですね、実際の臨床現場で見識を深めている状況の中で、演習を行う。で、模擬症例を扱って神戸大学の学生さんと、症例検討を行うという科目です。1年生の時とはちょっと違ってですね、いろいろ知識もついた中での、症例検討なので、今いろいろな立場で、勉強に取り組んでいるというところもあって、活発な議論になっているというところでございます。大きな目標としては、この IPW というのがインタープロフェッショナルワーク、多職種共同ということで、医療職と言ってもいろいろ立場が違いますよね。医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師とかですね、作業療法士とか、いろんなこう立場の違いから、同じ症例を見ていてもですね、捉え方が違ったりする、そういう、そのことを勉強するっていうようなことが主軸にはある、医療チームとしてベストな医療を提供するためにどうすればいいか、その難しさを学ぶということがメインテーマになってます。私実は初めてそんな話を聞いたんですけども、学部の授業でも、なんていうんですか、模擬症例みたいなのを扱うことがあるんですか？扱う授業もあるんですけども、やっぱり薬学生同士のディスカッションになるので、ちょっと先ほど言ったみたいに、やっぱりこういろんな視点からっていうのがやっぱりなかなかちょっと難しいっていうので、やっぱりそういうこと自体にやっぱ意味があるというような講義になって、はい、では続きまして1月ですけども、本学の一般選抜ですね、鳥取県と島根県、高知県、そして福井県の学生を対象として、今年から地域枠選抜というものが開始をしています。なんでこの4県なのかというところなんですけども、この4県にはですね、実は薬学部が設置されていなくてですね、ただ一方で、とても本学を進学先として選んでくださる学生の方もとてもいらっしゃるということで、今年からこの4県を対象として、地域枠選抜がスタートをしています。大学卒業後は、その自分の県ですね、そちらに U ターン就職で、地元企業に就職して、9年間就労するということが条件になってたり、他にもいろいろ条件はあるんですけども、国公立大学に通う金額と同等の金額で就学することが可能となっています。結構大きな違いですもんね。はい、で同じく1月ですけども、白衣授与式というものを開催をいたしました。
本学ではですね、白衣授与式は2021年から、実施をしているんですけども、まあ、どういう式典かといいますと、5年生の、長期実務実習、病院実習、そして薬局実習に行く前に、臨床現場に足を踏み入れる責任感ですとか、あとはまあ神戸薬科大学生としての認識、自覚ですね、自覚を再認識していただくような式典ということになっております。基教育友会というですね、保護者の会から、白衣を授与いただいておりまして、まあ、腕には本学の校章が印字されているというところですね、はい、かっこいいんですよね、これが、うん、ね、結構撮影とかでも使ったりするんですけど、なんていうんですか、やっぱりもう神戸薬科大学ってちゃんと名前が入っててすごくこう、うん、こうビシッとこうする思いがきっと学生さんもね、あるんじゃないかなというふうに思います、うん、次に2月ですね、はい、はい、アリゾナで4年ぶりに海外薬学研修を実施というところです。本当にコロナ禍が終わったというか、アフターコロナという感じですね、実はただこの実習の前にこの収録を行っているので、そのリアルな状況を、まあ、こちらもちょっとお伝えしにくいというところがあるんですけども、昨年度まではですね、海外薬学研修と言いながら、渡米できなかったので、学内でアメリカの先生に Zoom でリアルタイムで講義をしていただくとか、収録講義を聞いたりという感じだったんですけども、今年は実際に渡米をして現地で勉強というするということになりました、はい、またですね、桔梗 TV の方でも実際に研修に行かれた学生さんに、ね、インタビューできたらいいかなというふうには思っているので、また楽しみにしてください。はい、では最後3月ですね、これも先の話にはなりますけども、ホームカミングデーというものを開催をいたします。ちょっとまだ写真なんかは、ね、ないんですけども、一応予定としては次の4月から新年度からグランドオープンになります、新棟の見学会を予定しておりまして、過去最高の参加者数というふうに、なっていると聞いております。そのホームカミングデーっていうのはですね、何かと言いますと、卒業された方々、卒業生の皆さんを、久しぶりに母校の方にお招きをしまして、皆さん旧友の方との対面を楽しんでいただいたりですとか、あとは大学がどんな風に変わっているのかなというのも楽しんでいただく会という風になっておりますので、またその様子なんかもね、桔梗TV だけじゃなくて、TwitterX ですとか、ホームページなんかでも公表していきたいと思ってますので、またよかったらそちらも、見ていただければと思います、はい。今年で7回目の開催、はい、そうなんです。結構歴史が意外にね、はいはいはい、増えてきてますよ ね, ね、はいはい、ぜひ盛大な会になることを期待しています。ね、新薬リビングで皆さんにドギモ抜いてもらえる結構ドギモ抜かれると思います、ね、私は初めて入った時はちょっと感動しました。そうですね、はい、ということでですね、1年間簡単に、ご紹介をしてきました。はい、もちろん今日ご紹介した以外にもですね、他にもいろいろな取り組みを行っておりますので、よければ、X とかですね、ホームページをぜひご覧いただいて情報をキャッチしていただければと思います。はい、で、この4月からですね、どんな1年が始まるのか、こちらも楽しみにしていきたいと思います。新棟もグランドオープンしますし、はい、はい、大学生活、大学っていうのはやっぱり学生教職員で作るものというふうに思ってますので、はい、皆さんにいろいろなものに参加してもらって、ワイワイ楽しく、はいはい、な1年になるといいなというふうに思います。はい、楽しみにしていきたいと思います。では、本日もここまでご視聴いただきましてありがとうございます、はい、この動画と桔梗TV が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価、もろもろの X のフォローをお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。桔梗TV。